丈夫かな。かなり落ち込んでたけど。赤組の応援団はそんなことになっていたんですね。心配です。ムニさん、なんとかしてあげられませんか。そりゃどうにかしてあげたいのは山々だけど、リンクに励まされることはあってもその逆ってほとんどなかったから、どうすりゃいいのかわかんない。普段が明るい分リンクが落ち込んでるのって余計見てて辛いんだよね。元気なリンクに戻ってほしいけど。そう、ちょうどこんな風に廊下を走るくらい元気に。どうしたの？そんなに慌てて。ごめん、真帆ちゃん。一人で頑張るって言ったんだけど、私やっぱり真帆ちゃんがいないと何にもできなかった。真帆ちゃんがライブの準備で忙しいのも分かってるけど、応援団のみんながやってよかったって思えるような楽しい運動会にしたいの。でも私どうすればいいか分からなくて。だからお願い、真帆ちゃん、相談に乗ってくれないかな。忘れっぽいんだから。え？私あの時言ったでしょ、もし何かあったら相談に乗るから遠慮せずに言ってってさ。真帆ちゃん、真帆ちゃん。うわ、ちょっとリンク、そんなに強く抱きつくと苦しいって。もう何よ、元気じゃない。まったく心配させておいて。でも良かったです、リンクさんが元気になってくれて。なるほど、確かに京子さんの言う通り、エソラさんと同じやり方で張り合ってもうまくはいかないだろうね。リンクの真骨頂はさ、小難しいことを考えずに思いついたことをとにかく実行することだと思うんだ。その行動力に引っ張られて周りの人も動いてくれる。おかげでいろいろと苦労もしたけどね。ムニさん、ハピアラもそうやって一つになったんだよ。今はあまり練習に人が集まらなくなっちゃってるけど、リンクが諦めなければきっと戻ってくるよ。だからまずは諦めないで頑張ること。うん、わかった、私頑張る。ちょっと真帆、そんな単純なことでいいの？リンクについてはね、あとは私の仕事。うん、仲間に頼られたんだもん、なら全力で応えてあげなくっちゃね。真帆、リンクはどうしたの？姿が見えないけど。クラスの掃除当番で少し遅れるって。ねえみんな、ちょっといい？勝つとか負けるとか言うけどさ、応援って本来そういうものじゃないと思わない？どれだけ仲間を元気づけられたかっていうのが応援することの価値だと思うんだ。何かを頑張っている人を元気づける、そういうのリンクは大得意だよ。ハピアラのステージを見てくれた人ならきっとわかると思うんだ。そう、それが誰かを応援することの意味だし、その人がもし負けちゃったとしても応援されて嬉しかったって気持ちが心に残ると思うんだ。ハピアラだってまだまだ叶わない相手はいる。だけど私はハピアラのステージが無駄だなんて絶対思わない。だからさ、応援だって無駄じゃないんだよ。練習一緒に頑張ろうよ。きっと私たちの応援は誰かに届くからさ。ありがとう、リンクも喜ぶよ。やるじゃん真帆、すっかり士気が上がっちゃった。
あの状態からよく持ち直せたな。なんか恥ずかしいな。ごめん、掃除長引いちゃって。って、あれ、なんかいつもと様子が違うような。何かあったの？なんでもないよ。それより練習始めようよ。みんなリンクを待ってたんだから。うん、それじゃ今日もみんなで応援練習頑張ろう。マホ、あんたがみんなを説得したこと言わなくていいの？いいんですよ、これで。またみんなが一生懸命になれたのはやっぱりリンクの力だと思うし、今回は私がリンクのサポートをする番だった。それだけです。仲間相手に貸しも借りもないか。あんたたちらしいね。いよいよ運動会本番ね。緊張してきた。応援合戦はお昼の休憩を挟んだ後だからまだしばらく時間はあるね。あたしらも出場する種目あるから、ここにいる全員がまた揃うのはお昼休憩かな。だね。それじゃあリンクちゃん、今日は応援よろしくね。うん。